こんにちは。創作スタジオ粉工房です。本日はとっても万能なチョコバナナスプレッドの作り方をご案内します。あまり青すぎるバナナでもなく、完熟しすぎのバナナでもなく、ちょうどシュガースポットと呼ばれる茶色いプツプツが出始めた頃のバナナを使ってください。筋を丁寧に取った状態で 150g を測ります。そしてナイフで適当に刻んでいってください。 バナナを使った焼き菓子などを作る時には追熟させたバナナがすごく美味しいんですけれども今回のチョコバナナスプレッドはあまりにふにゃふにゃになるまでバナナを置いてしまうと出来上がりがちょっと酸味が強く感じられるので要注意です刻んだバナナをお鍋に移してグラニュー糖 60g を回しかけます上白糖でも良いですよそしてしばらく置いておいて水分が出てくるのを待ちます この後チョコレートを刻んでいきます。もうこれはほんと皆さんお好みのチョコレートを選んでみてください。私は少し大人味に仕上げたいので、カカオ分70%台のチョコレートを使うことが多いです。50g のチョコレートを軽く刻んでおきます。置いておいたバナナと砂糖が馴染んで水分が出てきたら中火にかけます。あの、焦げやすいので必ずかき混ぜながら煮ていってください。 最初はサラサラしているのですが煮詰めていくうちにだんだんちょっと重たくなってきますもともとのバナナの硬さにもよりますけれどもだいたい3分から5分程度じゃないかなと思いますこの重たさを参考にしてくださいそしてまずは火を止めますここすごく大事です必ず火を止めてから刻んだチョコレートを一度に投入してください 火にかけたままチョコレート加えるとかなりの確率で焦げますので必ず火を止めてからチョコを入れてくださいねバナナが熱いのでスーッと溶けていきますこちらのチョコバナナスプレッドカカオ分の濃さによってだいぶ味わいが印象が変わりますので、えー、と小さいお子さんとか甘党の大人が食べるのだったら50%台のチョコレートを選んでいただくと良いと思います チョコレートが完全に溶けたらもう一回だけごくごく弱火にかけてください20秒程度で良いですこうすることで分離しにくい滑らかなチョコバナナスプレッドが出来上がりますバナナとチョコがしっかりなじんでツヤツヤに仕上がりましたさてこれで火からおろしたらラム酒を加えていきますさらにね大人味にしていきますよ バナナとも相性がいいし、チョコレートとも相性がいい。とにかくこのダークラムを加えることで、一気に香りが芳醇になって、大人味になるんです。はあ本当にいい香りです。うっとりしちゃいます。アルコール除菌をした器や瓶に、チョコバナナスプレートを詰めていきますと。冷蔵保存で1週間ほど持ちますよ。チョコが冷えると硬くなるので、 冷蔵庫から出したてのチョコバナナスプレッドはちょっとスプーンが入りにくいので常温に置いておくか電子レンジに10秒ほどかけると塗りやすくなりますこれもうビジュアルとしてはそんなにバナナ感ないんですけれども一口口に入れるともうふわっとはチョコバナナっていう味なんですすごく美味しいので本当におすすめです熱々のトーストに塗ってもいいしクレープに広げても良いです もういろんなものに使えるとても万能なスプレッドなので、ぜひぜひあのご家庭の冷蔵庫に一瓶常備してはいかがでしょうか。本日もご視聴いただきありがとうございました。なんかちょっと気になるなとか、美味しそうだなと思われた方はぜひ作ってみてください。そしてチャンネル登録、グッドボタンもぜひよろしくお願いいたします。